今日はですね、奈良県の治療科の先生と対談を送っていきたいなと思います。じゃあ先生、ちょっと自己紹介お願いしていいですか？はい、奈良県桜井市で、整体院をしています、笹原慶太郎と言います。よろしくお願いします。お願いいたします。で、先生は今開業5年目で間違いないですかね？はい、そうです、ね、で今単価6480円の治療時間30分ということで、はい、今、まあ、チャレン、経営されているということなんですけども、まあ、現在の状況、まず、まあ、成果としてどういった成果を挙げられたのか、ちょっとお話していただいてもいいですか？はい、メソッドに、再入塾したのが4月の中旬ですね。で、その時が、60万、うん、で、5月、113万、ほうほうほう、100万超えたんですね。そうです、超えました。はい、もうこの100万超えというのは、まあ、結構久々ですか？久々ですね、はい。気持ちいいですね、じゃあ。だいぶ低迷してたんで。とね、さっきちょっと話してしまう、2月は28万だったんですよね、売り上げ。そうです、そうです、そうです。はい、はい、はい。やばいです、2月28万、3月はどれぐらいだったんですか？3月が46万ぐらいでした、はい。なんかこう、28万聞いてから46万、なんかすごい上がってるように感じますけど、はい、結構46万でもきついですよね。かなりきつい。なるほどですね。で、まあ、状況としてはどうですか？こう、まあ、100万超えして、うん、こう集客具合とか、リピートの状況とかってどんな感じですか？そうですね。集客は結構増えましたね。5月はかなり。はい。なんで増えたんですか、そんな急に。Google マイビジネスをちょっと、しっかりと、まあ、更新するようにしたりとか、内容を入れるようにしたと、MEO で上位に上がってきて、でそこからの問い合わせが結構あって、そこからの新規がかなり増えたっていうのがありますね。僕ずっとチラシメインで、はい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 、ポスティングずっとやってたんですけど、先月はあんまりしてないですね。今までの半分ぐらいしかしてないんですけど、新規が30人。おめっちゃ来てますやん。そうなんですよ、はい。何気に新規集めてたんですね。なるほどですね。はい、はい、ほんなら割となんかこう精神的にもやっぱ新規が増えてくると安定しますか？ああ、そうですね、はい。かなり安定しますね、はい。じゃあなんかこう落ち着いて対応もできますもんね、患者さんのね。できますね、はい。余裕はすごい出てきました。まあ、仕事の面でそうやってまあ落ち着いてきてすごいいいかなと思うんですけど、なんかそれによってこう家族の雰囲気が変わったとかって何かありますか？それはありますね。本当に去年、一昨年はもう崩壊するんじゃないかっていう、もう家の中がもうすごい悪い空気で。じゃあ割と 2年ぐらい低迷してたんですか？そうですね、はい。いや、もっとですね。一番落ち込んだのは2年前の3年前の冬ぐらいなんで。そうですね、はい、はい。なるほどですね。まあでもじゃあ、よく耐えてくれたんですね、奥様も。いやー、すごい耐えてくれました、本当に。もうこれから稼いだらなんかちょっと、お詫びしないといけないですね。まあ一応、今月、ディズニーランド。おー、素晴らしい。はい、ちょっともう3日間思い切って、休み取って、はい。ディズニー旅行プレゼントですね。そうです。ちょっと誕生日なんですよ、嫁さんが。ああ、そうなんですね。はい。で、誕生日にかぶせて、はい。子供さんって今、おいくつなんですか？上の女の子が5歳で、うん、で、下の男の子が2歳です。ああ、ほんなら、下の子はちょっと分かんないかもしれないけど、上の子はめっちゃ喜びますね。はい、すごい楽しみにしてます。はい、いいですね。パパ、あと何日寝たらいけんのとかいう話ですね、もう今。ああ、そうそうそう。ほんなら、あれですね、ディズニー行った時にも、やっぱりちょっと余裕持って過ごせるように、今頑張っとかなあかんですね。そうですね、本当に。ね、はい、落ちて、売り上げ落ちてる時に行くのってめっちゃ辛いですからね。はい、はい、はい。そっか。わかりました。じゃあ、入塾前のね、状況をもっと細かくね、聞けたらと思うんですけど、やっぱり、はい、みんなそうは言っても元からある程度良かったんちゃうんって思うと思うんですよね、こういう動画見てる人って。はい、はい、まあでも佐々さん結構笑えないぐらいどん底だったと思うんですけど、はい、はい、はい、どういうどん底でしたか？本当にまず
明日食べていくお金が本当になくて、でもう本当食費もどうしようかっていう状況で、でその時集客って新規も本当に一桁ぐらいだったんで、でまあ一応自分の中でバックエンドは取れる自信はあったんですけど、新規が来ないことにはどうしようかなって、はい、なるほどですね、そこで苦しんでたのがありますね。本当にでも本当20万30万って僕ラーニングコスト高いんで、もう全然赤字で、でもうだから支払いもできないんで、遅れて遅れてて、で売り上げ入ってまた返してっていう、本当もう自転車創業的な状況でしたね。休まる時がないですねそれね。いや本当にもう本当夢にも出てくる結構ありました。はい、なんでそのそういう状況になってて、なんか対応策とかってやらなかったんですか？こうしたらいいかなとか、ああしたらいいかなっていっぱい情報溢れてるじゃないですか今。あ、ありますね、はい、でもあの情報は入ってくるんですけど、何をしたらいいのかって、これ失敗したらどうしようとか、あでもこう足が止まってしまいましたね、怖くて。あ、チャレンジするのが怖くなるんですね。そうです、もう失敗したらどうしようっていうのが失敗できない状況だったんで。はい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 、はい、そっか、じゃあもうこれで絶対に結果を出さないといけないみたいな状況が続いてたから動けなかったって感じですね。はい、はい、そうです、余計それはありました。なるほどね。じゃあ一応まあ勉強というか、その治療院業界のも、まあ集客方法とかは学ばれてたんですか？はいはい、うん、はい、学びました。そうですね、わかりました。まあそんな中、はい、まあ何かご縁があってまた再入塾していただいたわけですけど、はいはい、実はその一回ね入って一回もう期限が切り辞められて、はい、ってことだったんですよ。また入られたってことなんですけど、はいはい、なんで入ったんですか？あのね、ずっと前田先生の、はい、ラインアットとか、うんうん、で動画とかは、まあ、ずっと見てたんですね。はいはい、でちょうどその冬場の落ち込んだ時に、うん、僕物事の考え方がやっぱり悪かったんだ、ね、その前田先生 の, そのライブを聞いて、はい、で、あ、僕これ考え方悪いんだなってまず思って、はいはい、でそこでそのまあ塾生の先生が、うん、その先生の考え方をみんな真似していって、うん、で行動していって結果を出してるっていうのをね、うんうんうん、見て、あ、これだなって自分の中で腑に落ちた部分が、うーん、で自分のできてないことが、うん、すごく多かったのがすごくそこで分かったんですね、うんうんうん、例えば時間管理、うん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 、もうこれは全くできてなかったで、一時期時間管理の話ずっとされてたことありましたよね。はい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 、あれを見て、ああ、やっぱりそうだなって、これからまずせなあかんなっていうところと、やっぱ価値観を育てる、うんうんうん、ここがすごく僕の中に響いて、うん、だからそういうことを教えてくれる、まあ、他の塾も行きましたけど、うんうんうん、そういうところを教えてくれるやっぱ塾ほとんどなかったんで、うんうんうん、僕の中ですごい腑に落ちた。うん、これだな、これが原因だなっていうのが、うん、はい、なるほどですね、はい、そっかそっか、はい、まあでもそれでもまあ僕の塾に入るときってきっとすごい勇気がいたと思うんですよ、はい、やっぱり売り上げがそんな状況で、まあ、なかなかの高額なセミナーに な,、はい、なってると思うんですけど、はい、それでもこう一歩踏み出せたのはどういった理由があったか踏み出せたんですか？もうね、まず僕選択する余地がなかったですもうその後ろに下がるね。はい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 。もうやめようっていう場合じゃなかったっていうのが、うん、もう前行くしかないし、うんうん、いやこれでもう絶対結果出せるってなんかわからないですけど、思いました。はい。なんか自分の中でスイッチが入ったんですね。入りました。はいはい。そっか、ありがとうございます。はい。では笹原先生から見て前川正治ってどんな人間に映ってますか？まあ2年前に入った時の先生と今の先生って、はい、やっ
違ったんですね。2年前と今が違うんですね。はい。それって、こう、LINE アット上とか動画上でも違いました。リアルにあって違うって感じました。いや、LINE アットでもちょっと違う、なんか変わったなっていうのはあったんですけど、はい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 。まあ、実際あって、もっとすごい変わったなと、ね。どういうふうに変わりました、僕って。あのね、ちょっと角が取れたというか。で、角が取れて、やっぱりすごく、なんていうかね、その、いろんな、この2年間の間に、うん、まあ、情報も取られてると思いますし、うんうん、経験もすごい、こう、積まれたのかなっていう。うんうんうん、はい。ので、こう、なんていうか、ね、人としての余裕がもっと、さらに出はったなっていう。なるほどですね。包容感が出てきたわけですね。はい、そうです、そうです、そうです。そっかそっか。やっぱちょっとね、あの2年前でこう関わりにくいところも、はい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 、ね、こうそれちょっと尖ってる部分とか結構みんないますね、それ、はい、そっかそっか、なるほどですね、はい、そしたら割と今回あの塾入って溶け込みやすかったですか。もう知らん人ばっかりじゃないですか。ああ、でも比較的溶け込みやすかったですね、はい、なるほどですね、OK。 なんか結構個性のある先生もいっぱいいて、そうですね、みんななんか独特ですけどね、独特です、はい、ありがとうございます。そしたら笹原先生自身が自分を見た時になんで成果出たと思います？はい、だってまあたくさん勉強してる先生っていてるわけじゃないですか、世の中に。はいはいはい、でも成果出ない人たくさんいてるわけで、はい、でも笹原先生はまあ1ヶ月2ヶ月ぐらいで成果出されたわけですけど、自分の中で何が変わったから成果出たってこれだなっていう何かあります？ご自身の中で。まず思ったら行動力、うんうんうん、行動力とで、まあ自分の苦手分野が分かった、うん、時間管理ができてなかったとか、うん、まあ、まずそこですね。時間管理をすることによってその何ですかね、動ける視野が広まったというか、無駄な時間が減ってきたっていうのはあります。なるほど。じゃあかなり時間管理がやっぱ影響大きかったんですね。めちゃくちゃ僕の中で大きかったですね。はい、時間管理はでもどうやってマスターというかそうやって取り組めました？まず僕書き出すこと全然してなかったんで、うんうんうん、全部やるべきこととか、うん、もうまずもうとりあえず書こうと、うん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 、で書いていった中で優先順位を決めて、うんうん、でやったやつを消し込むようにしていって、うん、でまあ今日は重要じゃないなっていうことはまあ例えば今日やらなくて、うん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 、っていうふうにやっていった時にすごく時間管理がしやすくなって動きやすくなりましたね。うん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 、であと一つは、そのマーケティングの時間をやっぱりしっかり取るべきだなっていうのは、はい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 、はい、そこ空いてる時に飛び込みきたら入れたりとか、うんうんうん、だから僕も今ちょっとやめたんですよ、うん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 、いくら空いててももっと入れないようにして、うんうんうん、ここはもうちゃんとマーケティングの時間でマーケティングの時間という形でするようになってから、やっぱりそのやるべきことっていうのはこう優先順位が分かるようになってきて、うん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 、そうすると成果が出だしたっていうのはあります。なるほどですね。すごいですね。この短期間でえらい変わりましたね。okay、じゃ先生はね、まあ、今、まあ、100万まず超えて、まあ、最初のなんかこう僕からしたらこうやっと準備体操が終わったかなっていう感じだと思うんですけど、はいはい、先生はどこまでやろうと思ってますか？でもまず250万。おー、いいっすね。まあ、まあ、このね、入塾するときに9月に150万っていうのは、ね、うんうん、ことの話だったんですけど、うんうん、まあ、そのあたりはもうもっと前に達成して、で、やっぱり250万っていうのは最後、うんうん、こう、自分の中で、まず行くっていう。なるほどですね。はい。そうか、まあ、その250万もだし、150万もですけど、はい。自分でできると思います？あ、できると思います。はい。すごいですね。変化ですね。はい、ぜひですね、本当に目標達成していただきたいと思いますし、はい、またこうやっぱり家族をね、こう困らせないというか悩ませない生き方を僕たちは本当にしていかないといけないと思うので、はい、まあ、その点をお互いやっていけたらいいかなと思います。はい、はい、
当に佐々木さん、本当にね、こうやって真面目な方ですけども、本当に人狼ゲームがものすごい下手くそでですね、本当に。もう笑えないぐらい、もう大ブーイング起きてましたけど。やばいっすね、本当に。まあね、まあ、使い上げて、ああいうね、ゲームで4時間、5時間、アホみたいに遊べる状況をね、ぜひ今後も作っていきましょう。はい。はい。そしたら本当に、今ね、動画見てる方も、笹原さんの昔のね、あの地獄を見てる方もいてると思うんで、まあ何かあれば、ね、アットマークマサハルでね、LINE アット調べてもらったら僕出てくるんで、本当に何か質問いただけたら僕ちゃんと返しますし、またね、笹原さんのサイトとかを見つけてもらって参考にしてもらったらいいんじゃないかなと思うんで、何かね、諦めずに取り組んでもらえたらなと思います。じゃあ、笹原さん、今日本当にありがとうございました。あ、ありがとうございました。じゃあ、失礼しまーす。はい、失礼しまーす。